割と今回もお笑い界なのでお笑いに興味関心のない方はちょっとここで止めていただきたいんですけれどもまああの M1 の2023年の時にあのまあ僕はさやかっていうね大阪のコンビを応援していてで M1 の決勝戦まあ決勝戦の1回戦ってすごい言い方おかしいけどまあファーストラウンドって言ってるかファーストラウンドでさやかがこう爆発的に受けたんですよ で、これは、まあ、やっぱりあの、さやかってネタを考えているのが、まあ、新山くんっていう背の高い方で、まあ、その相方である石井くんの後輩ではあるんですけれども、まあ、新山くんが天才なんだと思うんですけど、ほんで、 えー、ファイナル、えー、ファーストス、ファーストラウンドを突破して、で、ファえ、ファイナルラウンドって言うんだっけ忘れちゃったけど、に行くことになって、その、決勝戦に出ている10組のうちの上位3組だけが進むことができる、本当に決勝戦の決勝戦みたいな場に行きましたと。で、その3組の中で、令和ロマン、ヤーレンズという2組が1位2位で勝って、で、さやかは3位になったんですよね。で、審査員が7人いて、 えっと、令和ロマンが4票の、ヤーレンズが3票で、さやか0票だったんですよ。で、このさやか0票をどう見るかって話なんですけども、まあ、あの、ぶっちゃけその他の2組に比べると、受けにくかったよねって、笑いにくかったよねっていう。あとで、 さやかの、その、新山くんが喋ってるの聞きましたけど、その、最後の最後にやった、ミセザンっていうネタがあるんですけど、ミセザンやってるときに、観客の人と目があって、その観客が全然笑ってなかったみたいなことを言っていて、いや、そら笑わんよと。これ、確かもう雑談動画で言ったかもしれないけれども、ミセザンってね、競技用の漫才じゃないんですよね。4分間っていう時間制限がある中で、 なんていうの一つでも多くのボケを入れて一つでも多いところで笑わせるっていうのが競技漫才のセオリーなんですけれど店さんってねコトコト煮込むタイプなんですよコトコト長時間かけて煮込んで長時間何時間も煮込んだところで柔らかいお肉ができるみたいな感じの料理なんですよだから4分間の戦いである m 1でやるべきネタではないんですよ ところが、ミセナンっていうネタは、俺芸人の中でかなり有名らしくて、そして、これね、新山くんが多分ね、新山くんっていうか、さやかの二人がね、好きなネタで、ものすごいね、新山くんらしいんですよ。だから、まあ、本人たちに、本人たちとしては、これをやるということが、 さやかのアピールというかさやからしさであるって考えてもともとその店さんをやるためにいろいろ頑張ってきたらしいんだよねだからまあそれができたっていうことを他の芸人たちが見てかっこいいっていう評価をしてたりするよね例えばその m 1グランプリが終わった直後にそこに出場したみんなを集めてお酒を飲みながらトークをするっていう番組もありますけどその中で千鳥とかも言ってたけどかっこいいってそういうことだと思うんですよね僕は 自分たちがやりたいことを最後の最後まで貫いたっていうね。だこれは、大昔で言う笑い飯が優勝しなかった時に2本目に、これちょっとこれ言っていいのかの言葉。ちょっとあの、この言葉がどういう意味かっていうのは調べない方がいいと思いますけれど、通称チンポジって言われてるネタがあるんですけれども、これを2本目でやった勇気っていうのかな。まあ、笑い飯として、 自分たちはこれがやりたいというネタがあってやったわけですけれども、それもだから今回のさやかの2本目の店さんと同じようなね評価になって、結局他のところが優勝したという経緯がありますけれど、まあ自分を貫くっていうのも、まあお笑い芸人の中、皆さんの中でね、大切なことだってのはわかるけれど、まあ、M1 という舞台では優勝できないよね。で多分それを知って 知った上でかもしくはこれをやったらどういう評価になるかってことを試したっていうのかな。だから山田邦子はさやかが見せざんをやったことについて後であれは審査員への挑戦だみたいなこと言ってたけど、まあ、その通りなんでしょうね。だからまあそういう意味でも僕は新山くんのその選択はすごいかっこいいと思うしまあまだこの先 m ア1グランプリに出られるだけのまだあのなんていうの芸歴というかあのコンビ歴っていうのまだ出られるはずなんで。 まあ、あのー、ラストイヤーとかじゃなくてね、えー、なかったんでね、やれてよかったんじゃないかなって個人的には思いますね。まあ、その M1 グランプリ終わってね、すぐに来年度、次の今年2024の M1 グランプリに向けてネタを書いてる人たちがすでにいるようですけれども、まあ、そういう何か自分が熱くなれるものを持ってるっていうのはやっぱ幸せだし素敵なことだというふうにも思いますね。ほんじゃまた。